はい、これですね、田辺農園、エクアドル産の田辺農園、田辺さんがね作ってるらしいですね。これなんとなんと1本ずつ包装されてるね。なんかバナナ中のバナナなんでしょうね、きっとね。1本ずつ包装ですからね、これ高いですよ。これほんまにこんな美味しいんやろか、1本ずつ包装するほど美味しいんやろか、まあ分かりませんが、食べてみたいと思います。何が？これ臭くはないよ。バナナやもん。あれ？え？ちょっとなんかハサミ取って、ハサミ。あ、ここにあるハサミなくなった。なくなった？そう。どこ持ってたの？あ、そう。これ違うやつ。うん、まあしゃあない。はい、ハサミで切りました。はい。ママ。これ一本ずつ包装されてますからね。はい。これ田辺農園ですよ、田辺農園。はい。もう食べますよ、今からこれ。うわ。おお、すごいな。え？まだ早いんやな、これ。あ、そういうこと。これ開けてやる。ほら、わあ、でっかいな。でっか。ほら、見て見て。ほらほらほら、こんなでっかい。こんなでっかい。食べるよ、食べるよ。はい、食べてみる？はい。はいはいはい。はい。これ。と、美味しい？うん。うん、美味しそうです。でっかいわ、ほら。でっかい。うん。キュウリの匂い。何の匂い？キュウリの匂い。キュウリの匂いはしないよ、でも。うん。なんか肉厚です。肉厚で。食べ応えありますな。これね、エクアドル産。エクアドル産ですが、田辺さんが作ってるみたいですね。日本人のね。はい。田辺正弘さんかな？はい、食べるよ。うん、うまい。というわけで、エクアドル産の田辺農園のバナナ、ぜひ皆さんも食べてみてください。赤道に近い場所にあります。甘さとコクに加え爽やかな酸味が特徴。確かに爽やかな酸味あるな。ほら、でっかいしね、ほら。うん、はい、以上です。